きそばさん、テスモイさん、ハタありがとう。おはようございます。おはよう。なんかすごくない？ありがとうございます。今回のメニューはスノーベリーさ、かわいい口打ったな。オッケー、ハートありがとう。頑張って。いい曲。チョコは？え？急にシリア。キリちゃんポンタハットありがとう。英語バージョン。マジだ。実写バージョン。素敵なダンス、そして歩く、なんて言った？足、ひれじゃ遠くへ行けない。足がいるわ、戻ったり。寂しがり、どこ歩くんだっけ？
撮影です。どういうの出た？あ、あれ出ましたよ。あの30パック買った、ワンボックス買ったら必ず1枚入ってるやつが出ました。
やばい、ごめん、ちょっと待って。自分のさ、インスタのさ、投稿をさ、見返してた。ごめん。私さ、ちっちゃいハートありがとう。末永さん、金魚ありがとうございます。びっくりした。みんなもびっくりしたよね。新之助さん、あ、花火ありがとうございます。イカスミスパゲッティ食べたい。イカスミパスタ食べたい。おいしいよね。うちの友達が食べたことないって言ってた。ありがとう。何に迷う？え、嘘、食べたことない。おいしいね。ね、え、今お母さん戯れてきた。うわ、イカスミパスタ食べたくなってきた。このビギナーはいつまでついてますか？え、これってさ、いつまでついてんの？ちょっとわかんない。教えて、みんな。先輩たちがいっぱいおるけど、こういう。チャンネルってたようには聞く。そう、確かに拒絶はされてましたけど、チャンネルってると思ってたの私だけ。ポイント先にあるの？ない。ポイント先ね。
うちが1号店にはなくて2号店にはなんかあるらしい。ゆいな、じゃあ、ハートありがとう。レベル上がったら消える。レベル？ダンジョン？この間行ってたお店美味しそうだった。ストーリーにあげたやつ。あそこね、もともと2号店の店主だった方が、独立してお店を開いてっていうところなんですよ。そう、そこにね行きました。ぜひ皆さん行ってください。でも呼んでくれてありがとう。いいな。めっちゃ美味しかったよ。結構メニューがおもろい感じに書いてました。だるまありがとうございます。緑だるま、ときめきたいの、そう生まれて初めて、生まれて初めて、自由だから。ありがとね。きまちたばーん、カレーです。今日は朝から待って、そんなに、どんな顔してたんですか。自分でも気づいてないんですけど、どんな顔してたの。いただきます。あて、絶対これ靴のあて。
まだ。いってらっしゃい、お仕事頑張ってね。なんか凍ってる、ちょっと。この一番上に置いて、一番上の棚に置いてあったらなんか凍ってる、ちょっと。たまに凍るよね。私はモアナ。一瞬あの食中毒になった時に飲んだあのヨーグルト、飲むヨーグルトの時みたいな感じで、なんか飲むヨーグルト、あの食中毒になった時に飲んだ飲むヨーグルトは、飲んだ時になんか固形なものが入ってきたのが感じたんや。でそれ常温であの外に置いてあったんだけど、しかも飲みかけだったっけ、なんか多分もうあの菌が繁殖してみたいな、なんかあの分かんないんだけど固形のものが入ってきたなって思ったの、その喉に。そうだけ、それが多分もう いかんやつだったんだけど、なんかそれを感じた今。でもこれでただ凍ってるだけなんだけどね。何もだってあれやし、あの、まあ、溶けてるし、なんかあの開けてなかったですね。そう、
つも感じない味、もう味は覚えてないけど、なんかその固形のものが入ってきた瞬間にあやべえってなった。これ絶対やばいってなった。ニコエン、嬉しい、ありがとう。そうなの？バンソンマイステム。ありがとうございます。初見。兵庫県淡路市秀島在住の門脇美奈です。そう、怖い。
ライト代わりクッション振りましょう。え、クッションって総選挙の時のクッションじゃないよね。ごちそうさまでした。美味しかった。ゆうちゃん食べ方綺麗で好き。うそ、ほんと食べ方綺麗だった。ガツガツ食べようと思うけど。みゆみゆのライブでおすすめグッズありますか。あ、タオルです。タオルは必ず持参してもらった方が。あ、でもグッズであるんで買ってください。ぜひ買ってください。おはよう、今日は ST。 あ、そうなん、今日広島、今日広島だって。間違えたね、今日 STU。 いってらっしゃい、楽しんでね。同じ、じゃあ同じ県にいるんだね。いってらっしゃい。私のライブは見に行きません。行きません。私は知ってる人たちがもうどんどんといなくなっていく。旅立ちの日、インサイドヘッド見に行きたい。あなたのその髪いいな。月ともみさん、金魚ありがとうございます。ピクサー、そう、
インサイドヘッド2、まあ、映画やってるんで見に行きたい。ほんであとモアナ2も楽しみなんですよね。見に行こうかな。ゆいのさんハートありがとう。うわー、レミーの美味しいレストラン、やば、懐かしい。ネズミね、私もあれ好き。あのラタトゥーユがめっちゃうまそうなんですよ。レミーに出てくるラタトゥーユが、ラタトゥーユがめっちゃ美味しそうなんですよ。あれを見て私ラタトゥーユ食べたいって思った。食べたい。私の未来は私が決めるの、うはず、ずっとその広い伝わりな、後ろ振り向かず踏み出すの、信じを探して、そうそうそう、働く細胞もね、なんか実写版になるんですよね。ちょっと、見るか迷いましても、働く細胞はでも実写版ってちょっとね、あのどうしてもさ、やっぱ原作をさ見てる人たちからしたら、原作というかアニメの方を見てる人とか、原作を見てる人たちって、原作はまだいいかもね。アニメ見てるとちょっとってなる可能性はなきにしもあらずなんで。やっぱ一回は抵抗があるんですよね。原作を見てる人がアニメを見るのちょっとみたいなっていうのと一緒で。ちょっと覚悟がいるんですよね。ちょっと めっちゃピタッとはまる時もあるんですよね。あの実写版見て、うわーめっちゃ良かったってなる場合と、ね、なる場合があるんです。だけどその最初ディズニーの実写版とかもちょっとなんかためだったんですけど、ディズニーの実写版めっちゃいい。めっちゃいい。ガチ、何がいいかって歌がいいんですよね。もうなんか私だけ、あアリエルの実写版を見た時にもう歌良すぎて、なんかもうしんどくなった。
あれあるよね。それでは30分になるので私の配信は終わりたいと思います。今日は撮影をしてレッスン受けて21時から配信だっしゃー21時から会えるね、みんな。いつも一緒にありがとう。いやいや、こちらこそ見てくれてありがとうね。では中佐くんにさん、中に青いとりさん、中ちむつきともみさん、中ゆよのよーん、ハンシ君、マミ当選、ヤスミンも取った、あとは行くだけ。うーん、ほぼー9月が楽しみですね。あともうちょっとだよ、嬉しい。イエーイ。そして第8位が焼きそばさん、7位山津風さん、6位シャイランドさん、5位コウマさん、4位チリちゃん、そして第3位がポンタ。週の真ん中水曜日、今日も笑顔で頑張ってこう。皆さんこれ後で話そうか。第2位がモーサー、ありがとうございます。そして朝の第1位はトシさんです、ありがとうございます。はい、あと皆さんの好きな用事、間違えた、曜日でありますか。月火水木金土日からありますけれども、もうゲストけども、もう一番好きな曜日、日曜日私はね、意外と土曜、あ、いや金曜かな。やっぱ金曜日はさ、こう、あー明日から休みだーって思うこの気持ち。でもまあその金曜日、土曜日は休みではないので、だから土曜日かな私日曜日休みなんですよ。それでこう土曜日を頑張ったら日曜日休みだけんっていう土曜日かな。金曜の夜からの土曜日そうね、それはそう、この休みの日にかけて の夜よね。いいよ、ワンツタイかな。あ、へえ。水曜日なんだね。え、今日？カイさん、またありがとう。逆に憂鬱、一番憂鬱だなこの曜日って思う曜日。これ私ね、火曜日なんですよ。なんでかわかんないんだけど、火曜日結構憂鬱なんですよね。なんか理由はわかんないんですけどなんか火曜日みたいな、なんでなんだろう。月曜日は1週間頑張るぞっつって月曜日始まって、でもそれでもやっぱちょっと憂鬱じゃん。はぁ、ちょっと休み明けっていうのもあれさ、あーみたいな感じになって、でそんで火曜日、え、待って、まだ火曜日みたいなえ、もう結構真ん中ら辺まで来てると思ってるのに、え、マジ感じえってなってるんだけどかなって、そういうことかなって違うか。
水曜の15時あたり一番ストレスたまるみたい。なんで？それはなんで？私水曜日はね、全然週の真ん中っていうのもあって全然なんか憂鬱じゃないかも。かな。面白いよねこうやってさ、やっぱ聞いてさ皆さんの答えを見る限りさ、やっぱりこう人によってやっぱ全然違うじゃん。憂鬱だって思う曜日もう、あー楽しいって思う曜日もさ全然違うって面白いよね。真ん中もっこり。月曜日はお気に入りのお弁当屋さんがお休みで、あ、そういうのあるわね。素敵なことよね。まあそんなこんなで本日は水曜日でございます。週の真ん中、皆さん今日も踏ん張って頑張っていきましょう。そしたらまた明日も頑張って。そして週終わりでございます。少しちょっとずつでも頑張っていきましょうね。今日は撮影、そして21時から皆さんまたお会いしましょうね。配信共に頑張りましょう。おさむさんハートありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。おやすみ、うん、またね。違うね、間違えたね。こんばんは皆さん、本日もお疲れ様でございました。おお花火が、トゥさん花火、モンさんホフィありがとうございます。アベルさんポンタハット、トゥさんアベルさん金魚ありがとうございます。使えるマジック恥ずかしいけど連れ悩めるよと泣けちゃう不幸せな魂。
キするの泣きながら時々くれんけど苦い優しいかわいそうな人のためま取引してます。これ硬いやん、ちょっと切ってみるわ。なんかちょっとつけますけどね。ちょっと切って塗ってみたらちょっとどうだろう。その声みたいな。ボディーランゲージ、はあ。おしゃべりは。要するに会話は無駄。シスたちに嫌われる。やべ、めっちゃ映ってる。どうしよう、こう乗った方、こうした方がいいのか、下に乗せた方がいいのか。だいたい最近は下なんですけど。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、めっちゃする。やだ、見なかったことにして。ちゃった。まあいいけど。特に恐ろしいものなんてそんないよ。何も恐ろしいものはないけど、ないけど。いろいろとね。今つけまをね、つけまの勉強をしたくて、つけまつけたいんですけど、あんまり。やばいやばい、長っ。毛長一本みたいななっとるけど今。これなんか根元が硬いけんさ、
You're welcome。You're welcome。わかんない、見て。なんかバランス悪いね、もうこうなんの、こう。何がたに？こう合間のなんかあるの？ばばばばば。つけたら、あーでもまあちょうどよくはない。今日はあれやってきたよ。なんだっけ。あ、撮影。今日別のマツつけまつけてみたんだけど、なんかめっちゃ超いい感じについて。ついてるんじゃないか今。ほんま、あの、なんかつけんでもなんかいい感じじゃない？やっぱ4本かな。
ムポン。ちょっと怖いけん、今四本だけ。今ちょっと逆側もね。首もつけて。なんかこうやって見たらやばいで。こっちギャンギャンだけど目ないみたいに見えるやん、こっちだけ。なんかブブブブ、やりにくい。あやばいやばいやばい、上についた。あやばい、上についた。もう遠くまで来たね。さあ聞くんだよ。お前は誰か。見てた。私は島を愛する娘。海が私を呼ぶ。私はモアナ。ホタハタありがとう。リオホンで行ってみようか。
ほらギャンギャンのギャンギャンちゃん、ギャンギャンのギャンコちゃんなちゃんは、オッペ。来た。来たよ。ちょっと怖い。え、これにあの下まつげもちゃんとなんかなっとったらなんかもうバランスよくなるんですけど、とかさ、あれカラコンとかつけとったらさ、ちょっとまた変わってくる気がする。なんか今はさ、すごいまつげの主張が激しいけんさ、なんかあれやけど、髪色のカラコンが似合うの。わかんない。
白いって言ってる人がいますけど、もうちょいなんかアイラインをこれに合わせてキョインってなんかしたりしたらちょうどいいかな。てるてるの今新しくできた出たあのシープめっちゃ可愛い、なんかめっちゃラメも入ってるチープ、あと今なんかその推しの子とコラボでてるてるのやつが出てるんですけど、マスカラがラメついててめっちゃ可愛いんですよ。どこだ。まあはい。そうケースもね、そうなんですよ、可愛くて。ありがとう。ちょっと写真撮ろうかな。まつげが浮いてるように見える。
ジジハート、ポントハート、ありがとうございます。ありがとうございます。え、前髪伸びたよね。早いな。連合さん、ありがとうございます。1ヶ月以上経ったっけ。あー、そっか、もう1ヶ月経ったか。そうやね。ハートありがとう、ポンとバラ。全然バラじゃなかったね。花火、天塚かぜさん星、ありがとうございます。なんか5本でもなんかよく思えてきたんだけど、もう捨てちゃったんだけど。これマツマスカラとかしたらなんかちょうどよくなるのかね。まつ毛がすごかったになってね。まつ行くした目力あってええやろ。ステージではね、映える仕様になっております。こちら
かに前回もギャンギャンだったね。ハートとレインボーシチューありがとうございます。じいじ花火ありがとうございます。花火大会行きました？皆さん花火大会じゃなくても気持ち花火とかもした？から見ただけ。うちも遠くから見ただけ。もう終わっちゃったか花火大会とか。まだあるんかな。8月中まだあるんかな。じいじハートありがとう。ありがとうございます。スイカの季節ももう確かにね、今年食べてないな。スイカもこうやって前髪伸びたな。ラグオガさん結婚してありがとう。ジジハートありがとう。モンタレインボーシチューありがとうございます。
ポンタキョピーさんハートありがとうございます。ちょっと待ってね。お、ちょっと待時間が経つのあっという間やんね。アベルサハートありがとうございます。チルちゃんハートありがとう。皆さん、今日はどんな一日でした？ぼんやりしてるとクリスマスが来ちゃうよ。でもマジで本当にそうかも。マジで気づいたら本当にあっという間に時が過ぎて。見てハットありがとう。しんどかった？大丈夫？何かあったの？いつでも胸貸してあげるよ。おやすみ、おやすみ。ゆっくり寝てね。え、今日ね、なんかローソンに売ってるなんか鴨肉のなんかみたいなあったんだけど、めっちゃ美味しかったんで、皆さん食べてみてください。クリスマスまでに何回会えるかな。とりあえず9月2回でしょ。
順調にいけば4、5回かな。好きなこと、クリスマスディズニー行きたい。何それ最高じゃん。クリスマスディズニーとかさ、絶対さもうカップルイチャイチャラブラブみたいな人たちばっかりやろ。いいな、私も行きたいクリスマスディズニー。いやもうクリスマスディズニーとかあのもう贅沢なことは言いません。ディズニーに行きたい。ディズニーに行かせてくれ。君とね。くどきに来てる。好きなこと行きたいな。君とね。最初にさこのなんかあの好きなことクリスマスディズニー行きたいなみたいなこと言って、えですよね行きたいですよねみたいな、でちょっと内心さ私なわけないかってな感じで、行きたいですよねすごい楽しそうだなって、そしたら君とね。多分これあのまあなんか可愛い子はこうなるんでしょうけど、私の場合ね、もしそうなんか君とねみたいな感じで言われたら、えっマジ？もういいけど。いいなぁ、ディズニー行きたい、マジ行きたい。ガチ最近ほんまにディズニー行きたくて泣きそう。なんでやねん。やっぱディズニー行くなら泊まりで行きたいよね。なんか日帰りはさすがにしんどいかもしさ、ディズニーってさランドもシーもあるじゃないですか。だから2日間は必ず行きたいんですよ。ってなったら泊まりで行きたいよね。行きたいな。わしも好きな人と行きたい。でもさ目に見えるディズニー行きましょうって言ったらあなたとは行かない。悲しいな。あ、なんかイケメンの人がいる。全部予約するよ。怖いな。あとで請求されない？なんかお願いします。ジジハートありがとう。そう、自然からのいつもこんな感じ。マジで。ああ。みたいな感じ。いつも。怖い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 。いつも。ありがとう。毎回きよこ先生が来たらってやってる。もう見方が違うもん。なんか普通の違うなんかその変な人
言い方言い方悪いですよ。あのまあこのねあのスタジオの人たち会った時とかまあ一緒に、ね、お疲れ様でーすって言うんだけど、京子先生が来た。ってやったらなんかこの間なんかこうこう来てこうおはようございますみたいなので来て、その時にお疲れ様ですって言ったら怖い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 って言われる。怖い。ボクちゃん怖い。ジャリタンモンタハートありがとう。怖い怖いの。わかんない。いやいや、言い方結構マジ怖かった。おはようございます。みたいな感じで言った。まあなんか人がみたいな。おはようございます。先生ハートありがとう。え、ちょっと待って待って。え、マキで来るからさ。ミスの読み方。京子ちゃん先生。京子ちゃん先生。ベベでバベでブー。え、ディズニー来た。マジで。あの子は誰？え、今さなんかそんな感じのさ映画やってるよね。あれも見に来たんよね。インサイドヘッド2も見に来たし、それも見に来たし。追われるより追うのがよーく分かってんじゃん。そうだよ。追われるより追う方が逆にこう追われるとね、おーってなる。おー、でなんかこうおとなしそうな人とかに落ち着くのかどんな反応するんだろうみたいな感じで面白くて。ENFP 奥さん ENFP なんで、もう愛っていう人たち、内向的な方々に落ち着きたくなる。こんばんみゆみゆ、イエイ。チーズポンタハートありがとう。ちょっと見て、これわかんないです。見てないね。アラレちゃんみたい。じゃあ愛の私とぴったりだねだった。あははは、運命の人。ジジブンバーンとありがとう。待って、淡路島に運命に人がいるの。どういうこと？運命に人がいる？人いるよ。運命の人？淡路島に？まだ出会ってないかも。
見てハートありがとう。射撃場もういいといいはダメよ。収集機関や。やっぱあれあれよね、なんかなんか逆のやつがいいいいよね。なんかなんかあのああいう INFP ので INFP が出てきた。ENFP 私 ENFP なんだけど、逆のタイプがすごい相性になって、だけ私が一番相性がいいのは、あ違うか、あそうか ISTP、 あれ違うやん IS、 あれ私誰が言っちゃうんだけど、あれ違ったか、IS、 あ私相性いい人 ISTP だ、あれちゃうやんちゃうやん、私とあの相性がいい人、一番相性がいいって言われてるのがあの ISTP っていう性格の人なんですよ。で私 ISTP にも、間違えた、 ENTP にもなるんですよ。 ENFP と ENTP にもなるんですよ、あの時と場合によって。なんで TP の時は ISFP かな、 ISFP の人と相性がいいんですよ。でもこれ面白いことに、私 今 ENFP なんですけど、 ENFP の場合だと一番相性がいいのは INTP なんですけど、 ISTP なんですけどいや ISTP だよね。うん、ISTP なんですけど、一番相性が悪いのが ISFP なんですよ。で ISFP っていうあの冒険家なんですけど、私が ENTP だった場合一番相性がいいのは冒険家なんですよ。おもろくない？どえぇ、ー、みたいな、わけわからんのよ。え、わけわからんのよ、マジで。でもよくわかんないちょっとよくわかんない、だからやっぱ MBTI ってマジでよくわからんなと思うけど、でもその言ってることもわかるよ、言ってること。あ、その相性どうのこうのの話はもうパーンすっ飛んだってもうそれはもう知らないって感じなんだけど、なんかその性格のどのこうのとかは、まあ、確かに言ってることはわかるなっていうものはまあ出てくるじゃん、そりゃ。うん、確かにって思う部分はたくさんあるんだけど、もう相性どのこうのなんてさ、もう関係なくないって思うよね。あの特に思ったそのやつ見て、いやもうわけわからんと思って、なんちゃらわけわからんボルギーニ、ふふふふん。やっぱさ、その人のさ、やっぱ性格にもよるじゃん。そのいや星座ね、星座もあるけどさ、星座とかさ、あの何型とか もちろんあるけど、それはやっぱ一緒の部分っていうのもさもちろんあるけれども、それでもやっぱり人じゃけんさ、その考えることも全然違うじゃん。やっぱり同じ、ほんまに同じ血液型で同じ星座で同じ MBTI ってなったとしても、多分ちょっと違う部分も出てくるね。だとしても
うち友達が同じ ENFP なんですよ。 ENFP で魚座一緒なんですよ。まあさすがにね血液型は一緒じゃないんだけど、でもそれでもやっぱり同じ ENFP だとしても、お一緒だって思うことが、一緒だって思う部分もあれば、あ違うなって思うところもあるんよ。やっぱね、でけん一人一人とほんまに違うんやなと思う。一緒の人なんて絶対おらんって私は思ってる。似てるはあるだろうけど、じゃけんこれ私結構全然ちょっと話違くなってくるんだけど、なんかまあ声優さんを私は夢を見て今もね活動してるんですけど、でまあ小6の時からその私は声優になりたいって思い始めたんだけど、でその時やっぱり自分の声にまあ自信はないし、こうアニメを見るたびにさ、やっぱりあこの人この声の人だみたいな感じでこうやっていくうちに、自分ってそうなれるような声なのかなとか思って、なんかマジでやめ声優を夢見るのやめようって思ったんですよ一時期。でもよくよく考えたら、人の声って自分の声ってね、自分にしか出せない声じゃんと思って、なんかモノマネをしてる人とかおるけど、でもそれでもやっぱりモノマネであって、その人の声に慣れてるわけではないじゃん確実に。じゃけんやっぱりその人、そのモノマネをする人ってなってもやっぱり自分の声があるわけで、そりゃ自分の声とその人の声とかすごい似てるような声の人とかおるけど、でもやっぱり自分の声は自分にしか出せないんだって思った時にちょっと自信は持てた。なんか自信持てたというか、なんか比べるというか、ちょっと言い方わかんないんだけど、もう自分の声をみんなに届けたいなみたいな気持ちになれた。もうなんかこうじゃないからダメとかっていうよりかは、なんか自分を大切にしたいみたいなって思えるようになって、もう一回その声優になりたいって思い始めた感じなんですよ私は。アブリさん、ハートありがとう。世界に一つだけの花、まあほんまにそう、もう皆さんほんまにそうですからね。ガチで門脇美奈が好きなんよね、だって嬉しい、ありがとう。いつもと同じパン屋さんがパンを売りに来る、欠点と思ってても魅力の一つになるよね。そうなんですよ、やっぱコンプレックスっていうのはもちろんそのあるだろうし、その皆さんにもねきっとあるだろうし、私にもそれあるけど、でも私はそれこそ本当にその言ってる通りに思えるようになったんですよ。それなんか、まあ、例えば私の目嫌だなとか思ってたけど、でも私の考え方はちょっとなんか違うんだけど、まあ
切な親からもらったこうなんかコンプレックスの部位とかね、親からもらったこの顔を大切にしたいって思ってコンプレックスじゃなくなった。うん、私もその当時なんかあんまり自信がないと、顔にあんまり自信ない時とか、ちょっとこうあんまり顔見られないようにしようみたいな感じになってた時があったよ。なんか顔伏せたりとかっていう感じになってたんだけど、もうなんかやっぱりお母さんのありがたみを感じて、なんかすごいお腹を痛めてまで私を産んでくれてっていうのを考えると、大事な大事なお母さんから授かったこの顔だからもうあるし、なんかそりゃスタイルよく生まれたかったとか思うけど、でも私はその今自分のビジュアルとか体とかに不満はない、全く、うん、逆になんかそのママと似てる部分とかもあるから、ああここママと似てるわニヤニヤみたいなとか、あお父さんとちょっと似てるわニヤニヤみたいな感覚で入れる。背が伸びたかったとかはもう今になってしまったらどうしようもないじゃん、もう伸びるわけないもん、もうそれこそほんまにそういう手術とかしなきゃいけなくなる。でこの今の私のポテンシャルというかこのビジュアルで、できるところまでやるだけん、そのまあ可愛く見えるように化粧するとかスタイルよく見えるように筋トレをするとか、そういう部分に努力をすることによってなんかコンプレックスじゃなくなったかもね。まあそれもなんか楽しめるよう楽しめたらいいんだけどね。こういう化粧するもうなんか化粧するのも本当に無理みたいな、自分の顔見たくないみたいな感じになると思う。たまにおるじゃん。もうね。ちょっとさすがにそこまでいくと僕。その経験になったことないけんちょっと何とも言えなくなるんだけど、まあでもあれよ、自分のさ人生じゃん、自分の好きなように生きた、それが一番よね。みゆも思う存分好きなように生きるので、皆さんも私についてきてくださいね。ついてこれるかな、ちょっと頭抱えるかも。よろしくね、よろしく頼んだよ。なんかいい、なんかもう目が慣れてきてなんか何とも思わなくなったよこの目。今なんかいい感じ、こうやって貼ればよかったんか。
だ。はい、戻りました。門脇です。オッケー。皆さん、今日は今日も一日お疲れ様でした。はい、皆さん楽しい一日になりましたかね。週の真ん中なので、また明日一日頑張って、金曜日になればお休み土日がやってきますよ。私もまた明日から、9月4日のファンミーティングに向けてね、練習頑張っていきたいと思います。今日もありがとうございました。また明日の朝配信でお会いしましょう。私のお気に入り。それでは壇上読みまーす。13位タダちゃん、12位青い鳥さん、11位コウマさん、10位山塚風さん、9位スノーヒルさん、1位醤油団子さん、7位ジルちゃん、6位モアさん、5位ノコボコさん、4位アベルさん、世代祭がトシさん、ありがとうございます。第2位がジージー、ありがとう。そして本日第1位はポンタです。ありがとう。皆さんもね、自分を大切に生きてください。そして、9月4日のファミリーティングお待ちしております。そしてそして9月28日の、ライブクワトロさんにて2公演昼夜あります。そちらも待ってますよ。よろしくお願いします。もう瀬取りも決まってますので、それに向けて頑張っていきます。私もみんなもまた明日も頑張ってね。ではお疲れ、またね。お疲れ様でした。また明日、おやすみ。今宵もまた夢で会いましょう。